ご利用くださいましてありがとうございます。次境出です。降り口は右側です。2番乗り場に18時51分に着きます。境出を出ますと終点高松、19時6分、終点高松には19時6分に到着いたします。
あと2分ほどで社会出に着きます。降り口は右側です。2番乗り場に到着いたします。降りのお客様、お忘れ物をなさらないようお支度ください。社会出を出ますと次は終点の高松に停まります。乗り換えのご案内いたします。宇多津、丸亀、多度津方面、江戸三線は各駅に停まります。琴平行きは3番乗り場から18時52分すぐの連絡です。ご利用のお客様、お早めのご支度をお願いいたします。宇多津、丸亀、多度津方面、琴平行きは同じホームです。同じホームの隣、3番乗り場から18時52分すぐの連絡です。予算線特急松山行き3番乗り場から19時13分の発車です。予算線は宅間高瀬方面普通列車の観音寺行き3番乗り場から19時18分の発車です。鴨川橋岡方面普通列車の高松行きは1番乗り場から18時54分の発車です。普通列車高松行きはホーム変わります。階段またはエレベーターをご利用ください。ホーム変わりまして1番乗り場から18時54分の発車です。ありがとうございました。右側のドアが開きます。ドアから離れてお待ちください。境出に着きます。この先ポイントを通過します。入れる場合がございますのでお気をつけください。2番乗り場に到着します。